スモールさんインターネットラジオこちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオですスモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家とともに学び成長していますお聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってくださいさて本日の放送はトモトリエコの ものづくりサポーターズ「ーターズあおげば」 トートーーとととしいうこあの3月ということでね,でねもうあの卒業シーズンにそろそろいっぱい入ってきてね、はい、え皆さん卒業してる旅立つシーズンですけれども、はい、そんなこんなんでいかがで過ごしいいですねなんか3月が来るとこう春のお別れの曲とか、うん「デミオロメン」とか、うん、昔だと「春なのに」とか、うんそうですね、古いですね <laughs> どっちにしても。そうかな <laughs> <laughs> 昭和の匂いがプンプンしてきちゃう勢いですね。まあそんなこなんなですけれども、はい、まあこの番組は相変わらずこんな調子で、ねえー、続けていきたいと思いますので、はい、えよろしくお願いします。はい。じゃあいくいつものようにオープニングに行っていきたいと思います。はい。トモト、美恵子のものづくりサポーターズということでよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。トモト、美恵子のものづくりサポーターズ。 日本一おいしいどら焼きをはじめ中尾清月堂には春夏秋冬季節をお届けできるひと品がいつもあります味わい彩り時を受け継ぐ技心をつなぐひとときのために伝え愛された菓子心富山県高岡市の伝統の和菓子屋中尾清月堂に来られんか トモと。リエコの。ものづくりサポーターズ。はい、えー、っと、それではもう早速なんですけどもね、三月の、はい、番組スタートしたいと思うんですけれども。はい、また、あの、新たなね、えー、ゲストさん、今日お見えになって、えー、いろんな話聞きたいと思います。はい、えっと、今日のゲストの紹介をしていただけますでしょうか。はい。 東エレクトロビーム株式会社代表取締役社長上野邦香さんにお越しいただいております。はいということでね目の前に、はい、あの上野さん座ってらっしゃるんですけども名前がね「統制エレクトロビーム」っていうと、はい、なんかこう僕なんかは世代的に「ビーム」っていうとウルトラマンとかそういうのをちょっとイメージしてしまうんですけども。<laughs> そうですよねはい まあ、あの冗談は去ったときね、えー、どんなことをや,やられてる会社なのかまたどんなことをやってきた会社なのか、はい、ちょっとそこら辺からね、えー、上野さんの話聞かせていただきたいなというふうに思うんですけれどもそうですね、えー、とこのエレクトロビームというのは電子ビームを使った、まあ、溶接専業ということで、まあ、私の父が43年前にスタートした会社なんですね。はい 本当はあの電子ビームのことはエレクトロンビームという呼び方をするんですけども、うん、ちょっと言うのが難しいということでエレクトロビームという名前でスタートした会社なんですね。うん、はい。じゃあお父様がそうです。はい。起こした会社ということですね。はい、あの少し小規模な会社でえっとこの電子ビームというものの事業部長を やっっておったんですがちょうど不況のさなんかどうしてもその大きな会社から天下りで人が来るということで、うん、それをでは自分のモチベーションを保てないということで、うん、まあ当時の部下を2人連れて、えー、小さな菓子工場からスタートしたのがその43年前になります。ということはまあありてない言い方になっちゃうけども脱サラ独立でスタートしたっていうことなんですね。すねはい、はいは その電子ビーえっとですね <laughs>、はい、まず真空の箱の中で電子を絞って加速させて、まあ、金属材料にぶつけるんですね、うん、でそのぶつかった電子の運動エネルギーが熱に変わって溶けるということでその材料を接合するという、まあ、そういう技術なんですね。で多分これが一番説明が難しいんですけど、うんはい、普通のアーク溶接のエネルギーを1とすると、うんうん 電子ビームは五千倍のエネルギー密度っていうところがすごいところなんですね。えー、そんなに違うんですか？五千倍なんです、ね。多分皆さん溶接っていうと明太つけてバチバチてっていうはい、はい、あれのエネルギーを一度した時に電子ビームは五千倍なんですね。うん、はい。じゃあなんかすっごいくっついちゃいそうな感じですよね。はい。はい、あのー、しかもエネルギーも五千倍なんですけど、うんはい、細く絞れるので。うん いわゆるその局所的な入熱でくっつきますので、<ー>材料が歪まないんですね。<ー>はい。え、じゃあ微細なものの溶接もできるっていうことになるんですか。はい。実はこの電子のその焦点距離とかいろいろなまあ条件を変えることで任意のそのビートの形状、溶接の溶け込み形状を制御できるので、うん、例えば細い針 でチクチク縫い合わせる溶接もできれば、うん、太い針でブスッと刺して深く溶け込ませるという、うんまあ、そのあたりがあの特徴なんですね、うん、はいでもなんか今の話を聞くと、はい、決してその安い術じゃないですよね普通の悪溶接に比べるとあのやっぱり設備が非常に高額なので、うん、安いもので7000万ぐらいはいで高いとその 真空中ででののプロセスになりますので、うん、品物が真空の箱の中に入らなければいけないので、はいはい、その箱のサイズがどんどん大きくなってくると、うん、まあ装置の金額も高いです、ね、でし、うん、実はその溶接に使うう電電子電子ビームんんでですすけど皆さん多分電子銃はご存知ですよね、はいうん、いわゆるブラウン管テレビの電子銃と同じものが装置のてっぺんについていてそのエネルギーがものすごく高くて、うん、金属を溶かしてくっつけることができる、うん、というのが。 はい、なんかそうするとすごい大掛かりなものにどん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 なっていってその、ね、大きくなると。うーんはいまあ、ただ例えばレーザーと比べるとーレーザーの場合はエネルギーを100溶かして20がレーザーになったらいいねっていうぐらいのエネルギー変換効率しかないんですが電子ビームはもう96とか100のうち96エネルギーに。 変換でできるので、うんえー、装置技術としてはもうほとんど確立されてるんですが、はい、やっぱりその溶接っていうのは、うん、くっついてるかどうかやっぱり切ってみないとわからない、うん、断面ををカットして、うん、その品質を保証する、うん、ただし断面をカットすると製品自体を保証できないので、うんうん、いわゆるその破壊せずにその条件を保証するというそこが一番難しくてそれで皆さん手を出したがらないんですね。うんうん うん、一番象徴的な例は、はい、ちょっと本当かどうか分かんないんですが、うん、実はこの電子ビームの一番の特徴は銅とステンレス一、はい、種金属を接合することができるんですね。で,でただ、はい、これは設備を持っていれば、はい、誰でもできるはずなんですが。はい 我々もお客様から聞いたんで本当かどうかってとこもあるんですが本当にその一種金属溶接でお金もらってるのがひょっとしたらうちだけかもみたいなそういうそ,のそれだけ経験がものを言うとだから実は設備持ってたら誰でもできるんじゃないっていうのがどうもその経験値で例えば電子レンジは パン温温温めめめるるる牛乳っていうレシピが全部決まってますけどやっぱり電子ビームの装置自体にそのレシピがないので、うん、いわゆるどれぐらいの高さを離して打つか、うん、ジグという、うん、溶接をする時にどうやって押さえるとかどんな溶け込みの形状にするかということを、うん、全て我々が経験値から最適なものをご提案するお客様に。うん、その時間が短短ければ短いほど 経験している業種が、うん、自動車、航空、半導体、医療、はい、あらゆる業種の経験があるから、うん、どうもその我々の方に依頼が来る、うん、まあ同じビジネスやっても長持ちしているっていうのはそこにあるのかなというふうに。うん、じすべてはその装置をあの販売するのではなく、本社の中で、はい、あのご依頼受ける受託加工を。 やってらっしゃるということですよねそうですね特にその電子ビームに関しては本当にそういう溶接で受託加工が100%なんですねあともう一つ電子ビームで嬉しいのは絶対タダでやれって誰も言わないんです電子ビーム必ずお金払ってくれるので実はレーザーってちょっと違うんですね お試しとかありますよ、ねはい、で我々も自分たちの経験になるんであれば、はい、新しい材料ですとかそういうものに対してちょっとテストしましょうなんてあるんですけど、うん、電子ビームでお金いただけないっていうことはないので、うん、すごく。ということはまあとりあえず、まあ、失敗成功とは言わないけどこれはちょっとやってみてよっていうものにもお金が取れちゃうっていうそうでいいんですね。はいう 削りに削ってきたものをお客様から支給いただいて私どもの方でくっつけますのでいわゆる加工でもらえるお金が少額でも失敗した時にここまで作るのにどんだけかかったんだよってなると非常に高額な給償を請求される。 リスクがあるとということなのでああやっぱりそこのところはそうしちゃうと、うん、それを請求されちゃう可能性があるっていう状況でやっぱりすするんですかそれが昔から今にかけてだん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 歴史が変わってきてまして、うん、昔はもう本当に失敗しても「はい、ごめん次の品物ただでやるから許して。うんうん っていうのがそういう時代があったらしいんですが、だん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 トレーサビリティとかエビデンスとかそういう言葉になってくると、本当に極端な話、溶接費が10万以下でも失敗したら400万とか、あと請求はされないですけども、一応ダメになっちゃったよみたいなことをよくぐじぐじというかチクチクお客様に言われることが多いですね。同生産路線でだいぶ損してるんですけど、どうしてくれるんですかとか。なるほど。はい。 あの具体的には、はい、その電子ビームでででどんんなものが作れるすすかねねそうですね今一番タイムリーなのは、はいはい、実はもうすぐはやぶさ2が 2>、うん、あのインパクターという衝突装置を使って惑星の表面の物質ではなくて、はい、内部の物質を取るためにリュウグウにクレーターを作るための生成装置っていうのがそのインパクターっていうものなんですけど、うんはい、実はその 溶接が電子ビームでやられていまして、うんえー、しかも先ほど申し上げたその異種金属の溶接の組み合わせなので、はい、そういった我々も人と夢をつなぐ会社っていう形でやってるんですけど、うん、そういう今までに依頼を受けたことのないような命題に対して最適な提案をするというようなそういうお仕事が電子ビームの場合は多いですねただやっぱり今のはやぶさのケースっていうのは、うんはい、量がもう本当と1とか。 のテストを重ねてうまくいったものを一、うん、つ,つではなくて、うん、いくつか作って一個持って持ってるっていう<も>、えー、そういうパターンでもそんなにこう例えば自動車の加工みたいなのでイメージする個数では、はい、仕事としてはないじゃないですかそうすると、まあ、例えば受託っておっしゃるんですけど、うんはい、まどどういう分野でどんな仕事を、まあ、差し支えないところでもし教えていただけるんだったら。 あのまあ、こういって洗練していいものはこういう宇宙関係だったりするんですが自動車、はい、でこれも最近あのレッドブルが表彰台上がりましたけど、うん、ああいう部分ですね、うん、いわゆるフォーミュラー1のいろんな部品の、うん、例えば溶接でしたり、うん、ま表面回数でしたり、はい、いろいろなところと、うん、それから医療ですと、うん、えっと世の中に これから出回るようなテストに使いたい、うんうん、例えば微細な切断サンプルですとか、はい、そういうものをいろいろ、はい、いわゆるののお手伝いといとうのがメインなんですね、はい、でしかもうちの加工費は高いですから、うんえー、長くは続かないので、うん、実は生みの苦しみとしては、うん、毎年お客様の上位トップ店がたくさん入れ替わるので。はい しかも、ういうのなのでしかも継続的なお客様を開拓していかないと生きていくのが難しいというのがありますのでうまくいくと感謝されますし、はいはい、必要とされる喜びを本当にダイレクトに実感できるんですがやっぱり苦しい時もありますねお客様の勝利に貢献できないですとか、はい、原因不明の不具合が続くとか、はい、そういったものもありますので。 まあだけど、そうなるとやっぱりあのまあ両方さ中に入ってくるもんではないんですね。そうですね、うん。だから知らないんだなって。うんうん、あの要はこうあんまし一般的に加工方法としても。使われてやっぱりないじゃないですか。電子ビーム。そう思います。はい、うん。だからまあ上野さんとは実はね知り合ってからはずいぶん経ってるんです。けど実は何をやられてるんだろうっていうのが、はい。<laughs> はっきり分かってる状態ではやっぱりなかったので、でねねはい、まあ今日お話聞いて、はい、あやっぱそういうふうなバックグラウンドがあるんだなっていうのをなんとなく思ったんですけど、ただ。 最近は少しその試作から量産というものも増えてきてただこの辺はちょっとすみませんお客さんとの NDA の関係でちょっとお伝えできないんですが我々が自分たちで必要な道具をドイツの装置メーカーにオーダーしてそういう難しい最先端の開発要素の高い 量産案件の電子ビーム溶接の受託ということも今実はやっていますのでその辺はまあこれはレーザーも電子ビームもそうなんですがだん,だん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 コモディティ化してくるのでなかなか同じ業種で同じ加工で生きていけないってなると実は我々も量産をチャレンジしなければいけないですとかもしくは珍加工自体がなくなるというリスクも抱えているので自社製品を作って販売していくというような。 まあそこら辺は多分あの,上野さんの代になっていやでも今やっているほとんどは父が種をまいてくれたことがほとんどで私はそこに乗っかって成果を出すまで諦めずにやったという部分はあるんですが、うん、きっかけのほとんどはもう創業者である父なので<ー>逆にまだ事業承継終わってないって認識してるんですね。 なるほどね、要は新しいビジネスモデルを構築し、うん、自分の営業スタイルを確立できた時が、うん、やっと事業承継完了かなって思ってるので一応代表権いただいてから10年やってるんですがまあ多少名実ともに社長になったかもしれないですけどやっぱり事業承継はまだ終わってないんじゃないかなっていうのはうそういう意識を持って。はい 十、ね、宅加工の内容はお父様がその43年前に立ち上げられた時からあんまりその変わってないっていうかその相変わらずいろんな分野にこう手を出すというかやってらっしゃる感じでしお客様の種類はどんどんあの増えてきてはいるんですが当然我々をベンチマークに同じような業態をやられるお客様もいらっしゃいますし、はい、先ほど申し上げた量産に我々がチャレンジしなきゃいけない理由としても。 実はあの今いきなりステーキって流行ってるじゃないですか製造業の中でも今いきなり量産っていうのが結構あるんですねつまり我々のところで試作をしないで、うん、もうレーザーの設備が、うん、性能が高い うん、条件も出せるってなると、うん、もう量産でこういう加工をしたいのでレーザーシステム作ってくださいっていう、うん、いわゆる我々のような加工屋さんではなくて、うん、レーザーをシステムアップしてインテグレートする会社さんが成長してるっていうのを考えるとやっぱり常に時代の変化に。 対応していかなければいけないので、はい、その辺もまあ自動的に機器がついてくる環境なんですね、はい、それから設備投資産業ですから、はい、半導体同様非常に高額な設備を扱うのでお金持ちではないので、うん、やっぱりそこをお金を借りて返済しながら新しいお客さんを開拓し業態も変えていきながら生き残りをかけていくっていうのがう、はい、今の現状です。う レーザーからいろんなところにこうなんていうんですかね仕事もそうだしそうですね、うん、会社の割合いもそうだしだから父がそういうまあ新しいものが好きで、はいうん、まずはその電子ビームの事業部長をしていて、はい、電子ビームの可能性に見せられて、うん、電子ビームでどういったビジネスができるだろうって考えた時に。はい 高額な設備を早期昇格するためにあらゆる業種のお客様から仕事をいただくっていうその電子微妙子専業というビジネスモデルを構築したっていうところがまず長持ちするきっかけになって、はい、でそれだけにとどまらず先ほど申し上げた真空の箱の中で加工するっていうことは時間がかかるんですね。はい、で量産向きではない、うん それに対してレーザーは電子ビームと同じようなエネルギー密度で大気中で加工ができるとつまり量産の可能性があるということでそちらにも手を出したので多分自分で創業して第二創業でレーザーそういうイメージなのでそういうまあチャレンジングな会社人生をずっと送ってきたところをちょっとバトンタッチさせてもらって。 美味しいいいところをいただて <laughs> なるほど、はい、いうんまあちょっと焦点がねコントロールできるレーザーの話から始まったんですけど、はい、随分いろんなところに話が広がってちょっとこれからどこをいろいろ聞いていこうか、はい、迷っちゃうぐらいバラエティーに富んだお話エントリーだったと思うんですけども、はいえー、ちょっと前半ね、えーはい、お時間の方が。 来てしまったので、はい、まあちょっと後半こちらの聞きどころの腕の見せどころになってきましたけれども、はい、えよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします,ししますトモトリエコのものづくりサポーターズ本手株式会社は女性の社会進出を応援し新たな顧客の創造を実現しています人を感動させる教育制度お客様を感動させる商品 働く人が感動する職場18歳から60代まで女性が輝く職場を創造し地域の活性化に貢献しますオンネ株式会社は女性の社会進出を応援する代理店も募集しています主婦が夫に内緒で出かける場所といえば 驚きの鑑定結果はご自身でお確かめくださいご家庭に眠っている香木買い取りますお問い合わせはフリーダイヤルお香のことなら香木査定で検索トモとリエ子のものづくりサポーターズ はいえー、と前半でねいろんなお話を聞いたんだけど、はい、やっぱりもうちょっとね統制、えー、エレクトロビームさんという会社のなりわいの部分のお話とか、はい、まあその電子ビーム業界の話とかをお聞きしたいなっていうふうに思うんですけども、はいはい、まずそのまあ確かに大きな市場じゃないんだなって思ったのと、はいうん、参入するのには簡単じゃないから、まあ、参入障壁もすごく高いんだなっていうふうには感じたんですね。はいはい でもまあもう随分この商売をやられて長い中でやっぱり外境も変化してきてまあ競争が全くゼロっていう状況でもないんだなっていうふうに思うんですけどもまあそんな中でもやっぱりこのレーザービームの統制さんの立ち位置っていうのはね他とないものとかちょっとユニークさっきもちょっとおっしゃってましたけどお金が取れるとかまああの自宅生産するっていうのももうそういうことだと思うんですね。僕も製造業にいますけどあの電子ビームの加工って実は 知らないいとうかそんななに出くわさいうですい、そういうものなのでそこら辺のことがちょっとなかなか自分の知識がなくって分かってないっていうのかなところが多いんですけどもそうですねやっぱり先ほど少し宇宙のお話申し上げたんですけどもあの依頼が来るやっぱりきっかけっていうのもよそで全部断られたと。つまり 電子ビーム溶接でその銅とステンレスの溶接を均等に溶接して火薬が爆発した時にその均等に溶接した部分が均等に破壊されて弾丸の形になって秒速2キロでまっすぐ飛ぶっていうんうん、そういう溶接だったんですね。<laughs> 面白<い>なのでこれはあのうちの,その技術屋がテレビのインタビューに答えたことなんですけど、はい。 こんな難しいことに飛びつくのは、うん、うちの会社ぐらいしかないっていう言い方をしたんですね<ー>つまりこうだからできないっていうリスクの部分を強調してやめるのか、うん、こうすればできる、うん、できるまで諦めないそういうところの意地を見せて、うん、まあ本当にうちでできなかったら電子ビームどこでもできないですっていうそういうまあ最後の砦のような存在になるように 仕事に対して向き合ってきた結果がま、うん、だに同じことやって仕事続いてるのかなと思うんですよねよくだから、はい、装置を持っていれば、うん、できますよねって必ず言われます、えー、なので心の中で、うん、やられるものをやってみろと、うん、<laughs> そうですよって言いながらやれるものをやってみろってな感じなんですね、えーえー、だから設備の技術としても実は世界ナンバーワンの電子ビームのメーカーっていうのは ドイツの60人ぐらいの中小企業なんですけども、うん、やっぱり世界を相手にしている装置メーカーなので、うん、常にその最先端な研究だったりそういうものは盛り込むと、うん、ただ日本の掃除メーカーさんは自動車産業で国内市場をターゲットにしているので、うん、どうしてもその技術を磨いていくその素地が違うので、うん、やっぱり他の追随を許さない存在になるのかなと思いますね。ということはねそのドイツの会社っていうのは例えば提供しているものが。 そのこういう加工やりたいんだけどこういう溶接っていうんじゃなくてなんかもう新たな例えば今までなかったような加工ができるとかそういうものを提供しているような感じになるんですか、うん、そうですね例えば我々がある開発要素の高いまあ量産案件を電子ビームで実現したいってなった時にまあ日本のメーカーとそのドイツのメーカーにできないって聞いた時にやっぱりドイツはできるっていうんですよね。 やっぱり日本はできない,っていうだからそのどういうリスクがあるとかそういう話とドイツ側はこうすればできるんじゃないかっていう<ー>そういうその最後までやっぱり諦めない<ー>そういうところがうん違うのかなで,、ね、でもそのドイツの会社とね、はい、あの上野さんの会社っていうのはどう違う違んですかあやっぱりそこは我々はまず装置メーカーさんはドイツだし、はい、まあ車に例えるのが一番分かりやすいんですけど、はい、ポルシェなんですね。<ー>なんで 彼らはポルシェを作ると。うん、で、セイはそのポルシェを自由自在に操って誰も成し遂げなかったレースでナンバーワンの成績を収めるようなそういう、まあ、ドライバーというかワークスドライバーなのかあるいは道具師があってそれを使いこなす職人なのかそのの違いなのかなかと思うんですね、うんうん、車もそれぞれ特徴と癖があるじゃないですか乗りこなす。はい、それをあの東さんは、はい 乗りこなして、そうですね。最大限に能力を発揮して装置を活用しているという感じです。あの社員がドイツにオーダーするときにものすごいオーダーをするんですね。例えばダイヤルが両方2個あった方がいい、この位置にあった方がいい、こういうことをしたいからそれを装置で実現するためにってリクエストを出すんですけど、日本でそういうリクエスト出すの統制だけだって言われたんです。あとはみんな 要はそこらで売ってるポルシェをそのまま買ってくるけど我々はその自分たちのポルシェですらカスタムマイズしてしまうそうですねだからそこは嬉しかったです逆に社員がそこまでこだわりを持ってやるっていうのはだってだから仕事と好きがイコールってなかなか自分に置き換えても経営とかってね醍醐味に ものすごいありますからやりがいもありますけどやっぱり一つのその技術をそれだけ惚れ込んでやりたいっていうのは本当に貴重な社員がたくさんいるのかなと思います、うんうんうん、でもなんかそこら辺ってむしろこうちょっとスピリットみたいなね、うんうん、ところにも関係してくるなって思うんですよね、はいえーいや。なので仕事に関係ないのに航空ショーを見に行く社員がいたり。うんうん あとインタビューでやっぱり答えてて印象的だったのは自分が手掛けた部品が月にあるとかって言ってお前詩人みたいだなって思うんですけどやっぱりそういうこだわりをでお客様からやっぱり必要とされる喜びを本当にダイレクトに伝えていただけたり敬意を持って要は研究者にさん付けで呼ばれちゃうとちょっととグッときますよね嬉しいですね。ぐらい 社員さんいらして研究とかその加工はどれぐらいとか加工が今氷山も全体的に合わせると全社員80人のうちに50人ぐらい加工がいてその50人の中にまた研究が10人ぐらいというようなざっくりのイメージはそういうところです。でその50人40人の中に電子ビームのプロフェッショナルとレーザーのプロフェッショナルがいるという。 かなりもう技術者の集団ですね、はい、すごい。うんうんだからなんかただの加工自宅じゃなくてやっぱり技術集団がこう加工してるみたいなイメージなんですねやっぱりどこまで行っても。ただここもやはり変化に対応しなければいけないのは経験値は持っていると、はい、ただものづくりやっぱり結果が全てだできたかできなかったかそして経験なんですけど最後知識なんですね。うんそうすると お客さんあんまり厳しいこと言わないですけど、うん、どこかで「糖質さんやったことあるけど、うん、本当にメカニズム分かってる」って。 突っ込みたい、うん、ただ結果も出せるし、うん、じゃあそんなことになったら自分たちでやったらいいじゃないですかってなった時にできないからって感じかもしれない黙ってあの仕事を頂い,いてるかもしれないですけど、うん、やはりそこを私は逆に社員に厳しく言ってるんですね、うん、メカニズムありきで考えてくれと。うん、要は何かあった時に自分を守るのは技術だってなると、うん、やったことあるだけだと、はい、ダメだよと。だからよく「どうしてこの送り速度なの?」とか言った時に。うんうんうん 的な答えでブと。やっぱりそういうエビデンスというか、うん、ソリューションの裏付けがちゃんとしっかりできてないとやっぱり経験したものはだからできる、うん、経験してるからできるけど、うん、なぜが分かってないと、うん、最適な条件が出ない時にいつまでもたどり着けなかったり不具、うん、合が起きた時に原因究明できない。 試作しかできないよねとマージンのある中のドセンターで条件が出てなくて、うん、本当に加減ギリギリでやってる、うん、だから量産した途端に不具合が多発する、うん、やっぱりそこをどう置き換えて、うん、開発要素の高い案件を試作から量産まで、うん、全て我々ができますっていうところを目指していかないと、うん、いずれやはり淘汰される存在になってしまうとかそっか、うん やっぱりそこらへんを明示すると、うん、ただできるだけじゃダメだっていうことなんですね、うんはい、射程として捉えるとそうですね。だから、うん、もうね製造業の皆さんには釈迦にせるかもしれないですが、うん、なぜって誤解質問されてちゃんと答えられる、うん、なんでどんどんなんでって言っていやってならない誤解聞いてもうん、うん ででもそうするとこれまでの、ねはい、社員の皆さんってやっぱり経験値を積まれてこうどん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 やれることが増えてきてとかっていう道を歩んでこられてるんですよね、はい、きっとそう。だから私が今言ったようなことを言うとすごく嫌がります。うん、分かってなないいに言われたくないとか、うん、ただその時にもやっつけちゃうんですけど分かってないやつに分かるように説明できないのはあなたが分かってないのと一緒じゃないですかって。 っていうようにするとだからなるべくその職人のプライドを損ねないようにそのサイエンスの裏付けの方にも興味を持ってもらってほしいっていうのをよく言ってるんですね君らはすごいんだと結果が出てると経験もあるとあとはなぜか分かったら無敵だぞってそういうことですよね理論に裏付けされた経験であり 仕事になるともうそれ完璧じゃんっていう話うですよね。どうしてもね馬鹿にするんですよ。経験がないし、うん、お前理屈言ってるけど、お前をせしてみろって絶対言われるんですけど。いや、確かに俺はできないと、ただ責任を取らなければいけないから。 その説明ができるようには、君たちの力が必要なんだって、はい、言わなきゃいけないので。いや、なんとなくね、僕は聞きたかって、うずうずした時に、やっぱりできないんですよね。できないです。何にもできないです。昔だから、いろんな段取りしてる時に、社員がね。 くす,くす笑うんですよ、うん、なんかぎこちない手でやってんなとかねもちろん大学でそのレーザーを専攻してとか実験したりっていうのをやってたんですけどそれはもうまとめたり実験は誰かにやってもらってとかそういう世界なんで何かの溶接統制で生けてる仕事の中で一個でもできるかっていうとできますそこですよね。やっぱりその技術者じゃなないとなんかこう ーというか管理をしてはいいいけななんじゃかかとか社長とかね会社に入りたての頃そういうものづくり系とか技術系の会社の社長さんって皆さんそういう,こう悩むまではいかないけれどもジレンマっていうかなんかもうちょっと勉強した方がいいんじゃないかとか,なんかそういうのをだけど今上野さんは明確なそのご自身のこうだっていう。もそれがやっぱり 私も別の会社で働いて承継するのを何度もお断りして最後は自分でやらせてくださいって入社したんですけどもやっぱりただメニューをしてくれたんですよ結局。やっぱりこうやって技術でエゴグラムとかのそういう調べても一生研究してろとかって出ちゃうんでそうするとやっぱり中小企業大学校で財務それから人事労務とか営業とかいろんなそういうものを学ばせるとその準備と。 うん、自分がベースでやってきたその生産技術をどう経営に融合させてやるかっていうことで、うん、なので先ほど申し上げた承継が終わってないっていうのは結局父の手のひらで踊らされてるだけででなんかうまくいくとなんか君すごいって褒められてなんか本当に褒めてくれるのかなって思いながらうれしそうにもしてるけどまだまだだなって思われてるとかっていう <laughs> 常に父はどう思ってるのかなっていうのをこう考えながらやってるところがありますね。うんはい その人材育成とか気になるんですけど、はい、この50名の加工で10名研究で40名が電子ビームとレーザーやってらっしゃるってことですけど、はい、そういうその社員さんってどうやって。 教えれば覚えるものでもないし、はい、であるいはそのお客様の担当がその人になっちゃうとその人しか知らないなんかアンモスのようなものあったりそう,、ねはい、そういうのはどうやってやってらっしゃるんですかねまずだから、うん、本当に昔は全部と見て盗めっていうそういう時代だったようです。なな、うん、なのでで入社しててていいいきなり電子ビーム打てないんすすって、うん、3年ぐららはひたすら、うん 電子ビーム溶接をする前の段取りとして洗浄をすると下働きってやつですね、はい、いわゆるデッチみたいなイメージですよねなのでその洗浄がきちんとできてないやつに電子ビーム打つ資格なしみたいな <laughs> そういう時代があったんでそういう時にそういう環境の中で折れずに育っっったた人たちってやっぱり好きなんですよねうん、うん、だから意欲があるとそういうベースの知識とかを超えるんですよね。興味があっってて好きになって 楽しむっていうところを昔の人たちは実践してきてで自分のポジションを掴んできたっていうので正直だから、まあ、うちがやる仕事を通じて彼らが成長し彼らがその極めたい認められたい評価をされたいというそういう自己肯定感を満たすのが自分たちの 技術でででお客様に喜んんもらうっってとこだたそういう時代は黙ってても成長できたんですね。ところが今はいきなり電子ビーム打ってもらわなきゃいけないぐらい人員も足りなかったり、うん、あと先ほど申し上げた失敗するとすごい損害ってなると泣いちゃうことがんできないって。うん、で先ほど申し上げた「興味を持って好きになって楽しめ」って言うと「無理です」って言われてしまうので、うん、なので今は。 やっぱりそういう先駆者たちが君たちはそういう過酷な環境の中で育ったかもしれないけど今は同じ環境であったら誰も育たないのでやっぱりちゃんとそこを技能を伝承してくださいと、うん、それで評価するって言ったん言うんですねやっぱり伝承すると自分の居場所なくなっちゃうとかだからそこをそうじゃないんだよっていう説明をするのとあとは新入社員で 入社するときにその辺をしっかり欲しい人材を自分たちで取りに行ってそこで企業の魅力をしっかり伝えてっていうことを今するようにしてます、ね、あって。ということはもう伝承ありきで伝承するお眼鏡にかなうやつをあなたたち採用してらっしゃいってみたいなイメージもえっとそこまでしたいとは思うんですが、うん、けども。まあ、そういう方向性は方向性なんで。すよね要は 社長なんでこれ入れたんですかって責められちゃうわけですよ。自分たちが面接してないからじゃあやってみるってなると、うん、やっぱりそこでうまくいったりいかなかったりしますし、うん、やっぱり今のこう若い子ってそこがわからない、うん、面接だけでは。うん、なので少なくともそういう思いとか熱意をしっかり伝えてその中でやりたいっていう人と思ってるんですだから面接の時もよ。く言うのが我々が皆さんんを選ぶんじゃない 皆さんが会社に入りたいかどうかう意欲が大事なんだと能力は学歴を超えるからってただ心は難しいからそこをどう。 考えてもらうかかなっていうのをよく。うん、上野さんあの喋り上手いですよね。うん、い <laughs> 言葉にするのがね。ただ <laughs> 表現が。ただまあ、ただね、やっぱりそれをこう経験者とかいわゆる昔のタイプのベテランの人がどう咀嚼するかっていうのはまたちょっと違う問題かなっていうのは思いますけど。ここ悩んでます。うすね、あの日々ぶつかりますだから。そうですよね。はい。うん。はいうん もうあっという間にあのまた後半も終わっちゃったんですけども <laughs>、はい、まあでもあの前半後半の話を聞いてねやっぱしあの受け取ったものっていうのは、まあ、いろんな多岐にわたるものはあったんですけどもやっぱり今ずっとお話聞いててじゃあこれをこうどういう形でね組織にしてもそうだし、うん、会社としても商売としても次に残していくのかっていうところを多分今上野さんすごい考えられて、まあ、実行されてる部分とか。はい まあ、いろいろ足踏みしてる部分はあるんだと思うんですけども、うんえー、あるんだろうなと思ったので、はい、ちょっと次回そこら辺の話を、はいえー、聞かせていただければというふうに思うんですけども承知しました、はいえー、そんなことであっという間にねほぼ、はいえー、30分ちょっとの時間過ぎてしまいましたけども、ね、えとお話ししましたよ、ね、次回もね、はいえー、上野さんに来ていただくことになっておりますので。 またそこであんな話こんな話ほじくって聞けたらいいなというう <laughs> 深掘りしていきたいと思います、はい、今日はありがとうございましたありがとうございましたたまたりえこのものづくりサポーターズ翌日現金買取日本全国どこでも無料査定トラック買取センターアートフレンドオート希少車軽走行車アスカム車仮装もしっかりプラス査定 高額買い取り手続き無料自社直接販売だから高額買い取りが可能です整備や修理も専門のスタッフにお任せください赤く売りたいあなたの気持ちに応えますトラック買い取りセンターアートフレンドオートスモールさんは1600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちが共に学ぶ知的サポートネットワークです月2回ニュースが配信されそして。 全国にゼミが組織され、毎月勉強会が行われています。入会ご希望の方はホームページからどうぞ。トマト。理恵子のものづくりスポンターズ。はい、えっ、ー、と、今日のお話ね、あの、はい、会社の名前もちょっと最初。何やられてるのかなって思ったけれども、うんはい、やっぱりこう話聞いてると。まあ、知らないことも多かったしね。うん。うん ただやっぱりそういうものをどういうふうにこう2代目としてね、はい、次世代につなげていこうかっていうところなんかはすごくこう似てる部分もあるし、ね、共感できる部分もあるし、はい、まあ参考になる部分がすごくあるお話だったんじゃないかなっていうふうに思いましたね。ねレーザーーーザ電電子ビームです、ね、電子ビーム、うん、電子ビムムって私は 顕微鏡とかそっちのの電子銃のユーザーザ分析装置のユーザーとしてのこうイメージが強かったからなんかこうそうか溶接できるななんていうふうに思いながらどんなものとかどんな大きさとかなんかちょっと何ですかね技術屋のオタク的な質問も聞きたいなんか次回はもっとその組織の話とかね 将来どうするんだろうとかそういうことも聞きたいですよねもうちょっとコアの部分も実際聞いてみたいんでしょいろいろ聞いてみたいことありますけども次回そこらへんどこまでね聞き込めるかまたあのーコちゃんの腕にかかってます不当腕だけど細腕みたいな笑いすぎるそんなことで今日もありがとうございました